どて。りくくん。ちゃっちゃっちゃっ。はっ。ライハさん。普段はあんなに頼りない子がウルトラマンなんてね。私にはリクのような強い力はない。私にその力があったらって思うこともある。だけどウルトラマンになったってことは運命なんだよ。そしてあなたにとっても、あなたはウルトラマンの力で何がしたいの？守りたい。僕には2万年早すぎますか？それでもやってみたいんです。みんなを守るってことを。ひゃん。俺の相棒ならもう30分早く判断しろ。ゼロさん、行くぞ。レート、はい。俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ。はい、こんにちは、ヒカリです。さあ、人形劇いかがだったでしょうか。今回はね、ウルトラマンジードの本編からね、ウルトラマンゼロがゼロビヨンドになる初めてのところの、まあ、ゼロはちょっとなんかね、あのゼロっていうのはレイとかね、ダメなところからまあ立ち直って、ゼロと、あの感動するシーンなんだけど、まあそれはね、ちょっと何回も見てやったんですけど、本当はね、これジードね、マグニフィセントじゃなくて普通にプリミティブだったんだけど、ちょっとプリミティブね、奥底にしまっちゃってて、あるのはあるんだけど改造したやつしかなかったんで、ちょっとマグニフィセントにしました。ちょっとこれかっこよすぎたからあんま登場しないようにね、地味にさせたんだけど今回。まあ若干ね、戦うシーンあったんだけど、これね、前ね、あの完璧に1週間2週間ぐらいかけて多分塗装したやつなんだよこれ。そう、もうほんと家にいるなんか合間合間で塗装して乾かしてを繰り返して、まあ、ちょっとここの赤がね、やっぱエアブラシとか欲しいよね。買おうかなと思ってるんだけど、どれ買っていいかっていうところで悩んでるんだけど、エアブラシはちょっと今検討してて、ほんとね、俺めっちゃ気に入ってて、まあでもこういうとことかやっぱり赤とね、その前の色が何色だっけな、青だっけな、青に赤かなんかを塗ってるから多分ね、ダメなんだと思う。青だっけ、多分成形色が青だから青に塗ってるのかな。黒とかも塗って、シルバーの部分もかなり増えて、腕とかも多分ほぼ完璧だと思います。これはめっちゃ見て、あのネットとかいろんな画像見て、そう調べた。あ、一番やりたかったシーンが、本当は首とか改造したいところなんだけど、あの初めてさ、メガマグニフィセントに変身して、あのね、親父さんいたじゃん、なんだっけ、あのリクの名付け親のね、そこに向けてこう振り向くシーンで頑張れってなって戦いに行くんだけど、そのシーンがやっぱその監督さんがなんかこだわったシーンらしくて、こっちからバーって光が当たって、超かっこいいんだよね。ザッつってね。それを再現したから、まあ少なくとも改造しなくても、こうやってね、完璧な背中塗装されてないから、元、背中塗装されてる感じに、まあ一つ光を当てたりして、で、こうやるだけでもう本編をね、体感できるということで。まあ今回ちょっとマグニフィセントはまあおまけで登場しましたということで、今回ね、ギャラクトロンがオーブに続いて、やっぱ押されてるのかな？ジードでは2体登場したんですけど、なんか2体出ちゃうとさ、ちょっと量産型感出ちゃいますよね、やっぱロボだし。で、今回ゼロまで戦うということで、まあ、ゼロもまだ、ね、あの本調子ではないんですよね、確かね。うん、今回はね。このゼロの装備なんですけど、ゼロはやっぱ優遇されてるかなんかわかんないけど、これは俺が塗ったやつじゃないよね。ゼロね、違うね。元からだと思うんだけど、やっぱ、すごいね、いいですよね。塗装されてますよね。プラスね、リサイクルショップにね、多分一番いっぱいあるんじゃないかな、この500シリーズのライブ戦付きとかのやつのウルトラマンで一番売られてるのは多分ゼロだと思う。ゼロか、まあ、ゼロかな、一番ゼロだな。いっぱい持ってるもん、俺。状態がいいゼロいろいろ買ってたらね、気持ち増えちゃった。かっこいいでしょゼロね。ゼロかっこいいんですよ。ほらちょっとね、ちょい悪なんだけど、ゼロね、まあ正しい選手だし、うん、まあ、俺が知ってるのはやっぱジードからだから、まあ正確に言うとサーガからなんだけど、だからゼロがね、成長する過程っていうか、ダメな時のゼロはあんま知らないんだけど、俺が知ってるのはもう最強なウルトラマンっていうか、格闘技がめっちゃできて、ね、ジードをちょっと助けるみたいなイメージなんだよね、俺は。俺の中でのゼロはやっぱジードを助けるサブキャラなんだよね。やっぱメインがジードだからさ、あ、俺ジード見せたから。はい。で、まあね、こうゼロとジードがいて、で、今回まあギャラクトロンですね。これギャラクトロンの装備、ちょっと状態を言ってか、あの、戦った後みたいなのがあるんですけど、これはね、あの、リサイクルショップの、ホビーオフかな、
ホビーオフかなの中のショーケースの中で結構安く売ってたんで買えたんですよ。まあね、安くなくてもアマゾンで普通に買おうかなと思ってたところをね、だからもう一体買おうかなと思ってるんだけど、まあ置き場に困るからケースに入れてないんですよ、普段。ラジカスの上に飾ってますね。そう。で、基本、ギャラクターもこんな感じで、でかいんですよね、このツービー。うん。で、なんかね、本編を見返したらね、ジードのね、途中戦うとき、この先先だけ曲がるんだけど、ガッてやって、なんかソードモードみたいになって、これで戦ってましたね。なんかゼロと。まあ、結局ね、ゼロがさ、ゼロビヨンドになって、ジードは、アクロスマスターになって、ね、なんだっけ、ジードアクロスマスターになったんだね。アクロスマスターになって、ジードクローのなんか、なんだっけ、ね、わし、必殺技みたいなの倒して、ゼロはゼロビヨンド、これじゃなくて、もう一回進化するんだけど、なんだっけ、銀河、ビクトリー、X、あとオーブの力。で、まあ、カプセルね、それで、4人のウルトラマンでめっちゃ変身長いんだけど、その変身シーンね、後半はめっちゃカットされてるんだよね。めっちゃ短縮されてるの。最初はやっぱりさ、ね、ちゃんとやんなきゃいけないけど、ちゃんとやってめっちゃ長いなって、今でも思った。何回か見てるんだけど、やっぱ長いなと思って。まあ、かっこいいんだけどね。変で変身するの、レートが。レートがっていうか、まあ、ゼロがゼロ秒になって、で、なんかね、ポケモンの技みたいなの使うんだよね。まあ、ジードのね、ジードクロの技も、なんか、ポケモンの流星群みたいなやつで、ゼロのね、こう、周りにこう、なんか、光のね、こう、点点点点点っていうのをまとって、それをバーって攻撃する。なんかポケモンみたいな技使うんだけど、ちょっとね、うん。まあ強いんだよ。その強さがわかるのは、バーって攻撃して、ね、ギャラクトロンがなんかまた神秘的なね、なんかこう、ちょっとギャラクトロンって神秘的なとこあるんだけど、なんか神秘的なシールドをね、出すんだよ。でももう一瞬でそのシールドを破けるの。普通さ、シールド相手が張ってさ、まあ倒すにしてもさ、一瞬シールドで攻撃で止まるじゃん。ダーンみたいになるじゃん。もう、のがなくて、ピピャバーンみたいなんで、あ、強えなこれと思って。だからその時はもうゼロビヨンドで強えんだなって多分、視聴者だって子供たちに分からす、子供たちっていうか、俺みたいな大人もね、ああ、ゼロビヨンド強えんだなって思った。うわー楽しかった、映画じゃねえよ。映画かと思った。本編で、まだ全然本編。めっちゃ感動。うん。てかね、もうね、何が感動するってね、もうライハのセリフが、まあ長いんだけど、ライハのセリフがバーっと、あ、今回ライハさんは、シーキングアペレスさんにやってもらったんだけど、ちょっと髪型がいい感じだったしね。そう、シーキングアペレスさんにやってもらって、で、まあ、そのライハのセリフがあって、最後に、まあ、ゼロが、ちょっと今回のね、人形劇ではカットしたんだけど、家族を思い返す、奥さんと子供を、なんかちょっと改装して、それでなんか守るっていう、なんか地球とかを守るって決めるんだけど、その、とこが感動するっていうか、それで、思いがゼロに伝わって、そのさっき言ってたゼロアイ、言ってないか、ゼロアイが、まあ、本当はね、なんか石みたいな状態に石化してたんだけど、本当はね、石化状態で作りたいんだけど、あんまゼロアイってさ、まあ、ネオなら手に入るけど、まあ、ネオだとしてもあんまり塗装したくなかったから、まだ安くないしね、全然。100円とかならやるけどね。しかも今回ね、ネオはまだ箱から開けてないので、今回で開封してもよかったんだよね、せっかく、あれだったから。でも今回はちょっとこっちのね、お話ししたかったからやめたんだけど、今回だからゼロアイネオを持っているのに、ゼロアイネオじゃなくて、ゼロアイでやりました。本当はね、ジードの変身とかもね、あとビヨンドの変身までやりたいんだけど、まあジードライザーとか持ってないんだよね、ジードクロースら。うん。だから、そこら辺は早く手に入れたいなと思ってて、うん。なんか、ね、いつ買おうかって、もいつでも買えるじゃん、安いから、もう全部。うん。そうなっちゃうと、もっと安くなんないかなってなって買えなくなるんですよね。で、これは、もうちょっと前のゼロで、畳んで売ってるやつなんで、これ結構高かった。999円で買いました。あんまないから、これはね、高くても買った方がいいと思う。うん。ということで、今回はね、ギャラクトンゼロ、で、マグニフィセント。で、まあ、人形劇を取りましたね。まあ、100円ということでね、リカちゃんパパと、シーキングアペレスさんに登場してもらったんですけど、次回からのお話というか、今ちょっと、まあ、またね、この前もシリーズもの始めたばっかなんだけど、ちょっと今回のね、流れとはちょっと違うんだけど、また新しくね、今考えてるのは、まあ、ちょっと大きい方のね、昔のサイズのゼロ、これもかっこいいんだけど、このゼロをちょっと使ってというか、まあ、ゼロが基本戦ったりするんだけど、敵キャラを今度ね、せっかく持ってるから、そろそろ使おうかなということで、ネジレンジャーじゃないけどさ、人型のちょっと最強な軍団みたいなのをちょっと敵にしようと思って、これ、仮面ライダーの、まあ、いろんなライダーの多分敵なんだよ。怪人たちなんだけど、かっこいいじゃん。よく知らないけど、かっこいいのはわかるじゃん。明らかに強そう。まあ、これとかオルフェノクじゃん。そうそう。明らかに強そうじゃん。これとゼロが戦っていくっていう。うん。ゼロ強いからさ、こういうちょっと怖いさ、ライダーの敵とかちょっとね、マジで怖い。強いし怖いじゃん。まあ強いのはみんな強いけど、結構怖いじゃん。ふざけないじゃん。ふざけるやつもいるんかわかんないけど、うん。そこに、ゼロは挑んでいくんだけど、そう。まあゼロももちろんパワーアップしたりとか、
ウルティメイトゼロになったりとか、まあ、ウルティメイトゼロになったらなんだっけ、ウルティメイトフォースだっけ、なんかあの4人組いるじゃんね、ジャンナイン、ジャンボット、ブレンファイヤー、ミランナイト。ちょっとまだそこまでね、あの映画は一回見たんだけど、言ってもそこまで詳しくないから、まあちょっと設定とは違っちゃうかもしれないけど、うん、とみんなで戦うか、もしくはその、あの新しいさ、なんウルティメイトフォースをちょっと俺なりの好きなメンバーでやっちゃうかもしれない、もしかしたら俺の好きなキャラで、まあ、このサイズだから、まあ例えばなんだろうな、今最近だったらなんだろう、赤忍者超絶とかさ、うん、あとはその、うん、キューレンジャーだと誰だろうな、リュウコマンダーとか、まあバランスとか使っちゃうかもしれないな、あ、わかんない、長かな、結構好きなキャラ使ったりとか、あとはね、あそこ、このサイズになるとね、メガレンジャーとかがないから、まあ、メガレンジャーはこれは使わないかな。まあ、ウルティメイトフォースだったら別に人型じゃなくても、ってか、人型なら何でもいいから、サクラコングとかもこの味方の一人にいても面白いよね。うん。サクラコング、ゼロ。あと誰だろうな。パワードとかも入れたいところなんだけど、パワードってね、装備あんまかっこよくないんだよね、このでかいサイズの方は。うん、あんまりパワードの装備ってね、あの、他のウルトラマンと一緒にいるとね、やっぱサイズ感が違うから、映えないんだよね。いいよね、やっぱサクラコング合うわ。え、誰でしょうかな、ちょっと闇も持ってる、闇も持ってるけど強いみたいなやつらが集まってほしいんだよね。ちょっとグレてるやつらの集まりじゃん、あれって。グレンファイヤーとかさもそうだけどさ、あとはちょっとね、もう1体はちょっともうね、このサクラコングみたいにグレてるっぽいやつで、あと2体はなんか兄弟のロボットだから、まあでもロボットでもサイズ一緒にしたいから、まあジャンナイン、ジャンボットも持ってるんだけど、あんま知らないからさ。そうだから誰でしょうか、ロボ系の。だからといってロボだからって、ちょっとそれだけでドラえもんとか入れちゃったらさ、ほんと滑っちゃうから、ドラえもんは入れない、ここは。ここはね、入れたいよ。ただドラえもん入れちゃうとね、チートだからね、あいつ。話がさ、ただ戦闘がなくなって終わっちゃうから、誰にしようかな。まぁ、あ、皆さんの面白いアイディアとかもね、お待ちしております。僕一人で考えるのも楽しいけど、みんなで考えていくと楽しいかもしれないですよね。はい、ということで、まぁ、楽しく人形劇を撮っておりますので、皆さんもね、よかったら人形劇撮ってみてください。本気で撮りましょう、皆さん人形劇をね。うん。本当に楽しいですが、はい。ということでね、今回人形劇からのちょっとおもちゃ雑談になりました。この動画良かったなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。で、マグニフィセント、このゼロ、で、ギャラクトロンに関しては、まだ Amazon で全然、定価以下で全然買えるので、Amazon リンク貼っておきますので、よかったらね、そちらからご購入してください。で、関連動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。Please subscribe.